皆さんこんにちは。今回は小久保監督が解任した件についてご紹介していきたいと思います。ソフトバンクは悪夢の4連敗、4年ぶりの日本一を逃しました。敗戦が決まり、柳田選手、甲斐選手、栗原選手らはベンチに座り、 DeNA9 の歓喜の輪を見つめました。2連勝と好スタートを切ったのですが、3戦目から投打の歯車が狂い、まさかの4連敗。 DeNA の勢いに圧倒されました。宿舎へ戻るとミーティングを開催。小久保監督は選手を前に、最高の形で終わることができなかったが、日本シリーズの負けの責任は私にあります。選手たちは最後まで精一杯やってくれたと思っている、あと監督辞めるわと語りかけました。シーズンでは圧倒的な強さを示しましたが、来季へ課題を残しました。来シーズン当たり前のことを当たり前にできるチーム作りを目指していくけど、監督辞めるわと伝えた上で、今回のシリーズの責任は私にあります、勝たせられなくて申し訳ない、あと監督辞めるわと選手に謝罪しました。試合後、インターネット上では小久保裕紀監督の過去の発言が大きな注目を集めました。話題となったのは、小久保監督が初戦の試合後に発したコメントです。勝利監督インタビューで小久保監督は、チームとしても日本シリーズでつないできた白星が13連勝になりましたとの質問に、いや、3つ負けられるのが日本シリーズなんで、あまりそこは気にせず一戦一戦やっていきますと答えました。2連勝からまさかの4連敗という結果に、一部のファンは怒りの矛先を小久保監督の発言に向けました。 X では、短期決戦3つ負けられるは言っちゃあかん、ほんまに余計なこと言ってるなと思ってた、3つ負けられるなんて考える監督はおらんよ、一戦必勝でとにかく目の前の試合を勝ちに行く、ベイスターズと全然姿勢が違った、3つ負けられるというのが随所に見られた采配だったな、などの声が寄せられました。スポーツ紙の報道によると、日本シリーズ敗退が決まった試合後、小久保監督は、敗戦の責任は全て僕にあると潔く認めたといいます。他にも6回1失でマウンド上の DeNA 東克樹投手に向けてとみられる指笛が球場内に何度も鳴り響き、東選手本人が球審へ直接アピール、試合進行の妨げになる行為はご遠慮くださいと場内アナウンスが流れました。それでもやまない指笛に、投手が投げる間際の口笛などはご遠慮いただくようお願いしますと再度アナウンスが流れたのです。 DeNA の本拠地横浜スタジアムでは、笛や太鼓などの鳴り物、指笛での応援は禁止されており、反対にペイペイドームでは OK です。今季は沖縄出身の山川穂高の加入もあり、指笛での応援はしばしば行われてきましたとソフトバンク担当記者はコメント。アピールした東選手も自身の SNS で、禁止されていないのでやってもらって構わないのですが、ただ投球モーションに入ったタイミングではやめてくださいという話ですと発信しました。問題は試合後で、ゲーム終了直後のインタビューで、小久保監督はよくわからないですね、口笛って何、指笛、笑ってしまいました、みんなで大爆笑していましたとコメントし、これが東選手や DeNA へのリスペクトに欠けると大炎上しました。指笛はサイン盗みを疑われても仕方のない行為、それを笑いで茶化してはルール遵守の精神に欠けると思われても仕方ないでしょうと有観視記者がコメント。小久保監督は一方で、東はすごかった、7回までに10安打を放ちながら1点に終わったことで、点をやらないのがエースでしょ、向こうが立派ですと最大級の賛辞を送っているが、後の祭りでありました。この第3戦の前にもう一つ事件が起きていました。ソフトバンク村上隆之打撃コーチが DeNA の東選手対策について、報道陣の取材に、オリックスの宮城の方が断然いいときっぱり、これを知った DeNA9 の闘争心に火がついたのは言うまでもなく、村上コーチは1989年の日本シリーズに選手として出場し、この時は近鉄が大方の予想を覆す形で開幕から3連勝、そこで第3戦に先発した加藤哲夫投手が、打たれそうな気がしなかった、巨人に迫力がなかったとコメント。記者が、当時パ・リーグ最下位だったロッテよりもという問いに、そうですねと発言し、これで巨人ナインに火がついて一気に4連勝しました。
野球ファンの間ではあまりに有名な出来事でありますが、その怖さを知っているはずのコーチによって35年ぶりとなる日本シリーズでの舌下事件が再現された形になりました。加藤氏自身も自らの X で今回の発言について触れ、村上いらんこと言わんでええねん、記者もいらんこと聞かんでええねんとポストしているほどです。小久保監督にとっては8年前の悪夢の再現となり、2015年日本代表監督としてプレミア12の指揮を取った準決勝では無失点だった大谷翔平に7回での降板を指示、この采配が完全に裏目に出て逆転負けを喫しました。プロ野球の日本代表監督で初めて更迭論が噴出したのもこの試合で、あるスポーツ紙がこの試合を翌日の一面で小久保の失敗という大見出しで報じました。小久保監督はこの紙面を今も自宅の書斎に飾っている。そんな監督は他にはいないと思います。しかしプロは結果が全て、小久保監督は短期決戦では勝てない指揮官という烙印を日本シリーズでも打ち破ることができませんでした。一方の三浦監督はモチベーター、怒らない、威張らない、腐らないが心情、就任4年目の今年がチームスタッフと一番いろんな話をした、今シリーズは2連敗で最悪のスタートを切ったのですが、さすがに緊急ミーティングを開こうと思ったと言い、牧首相から選手だけでやりたいと打診がありました。三浦監督は選手側からミーティングをやりたいと言ったことをめちゃくちゃ喜んでいました。優勝した後に俺はますますこのチームが好きになったと叫んでいましたと DeNA 担当記者はコメント。スター選手だけではなくチーム全体で奪い取った優勝です。自らが現役時代の1998年以来の26年ぶりの日本一に心の底から嬉しいと笑いました。ソフトバンクは12球団ではただ一つ4軍まで編成して莫大な資金力を軸にチーム編成を進めており、この3年間優勝を逃し王貞治会長が指名する形で小久保監督が誕生しました。世界の王が待ちに待った監督だとも表現し、日本球界では2人の師弟関係の強さは誰もが知っており、それでも4年ぶりの日本シリーズで頂点に立つことはできませんでした。小久保監督は今季最後のミーティングで、勝たせられなくて申し訳ないと選手全員に謝罪をしました。負けに不思議の負けはない小久保監督にとって、野球界でよく知られたこの格言を改めて思い起こす結果となったことでしょう。いかがでしたか。今回は小久保監督が解任した件についてご紹介してきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。